キュウリ持ってんの、キュウリ。キュウリ食べたい。奥の塩と味噌を使って食べてください。うまそう。うまそう。塩の種類。そう、笹川あんじゃん。これ。笹川の塩。この塩の種類やばない。これだ。これを何、こうやってかけるの。そう。あ、手につけ、手に持って。あ、うん。こうか。手に持って。ちょんちょんってして食べる。塩をテイスティングして、で、キュウリにつけてみたらいいの。これでいいの。そう、サムネ、サムネいいよ。サムネいいよ。はい。聞いて。あ？あげるって。へー。え、誰に？ありがとうございます。嬉しい。もらっちゃった。いただいてしまいました。その行為はね、無駄にできたよね、やっぱり。やっぱこの塩とキュウリうまいわ。うん。日本酒に合う。日本酒に合うけど、ね、飲んでないからわかんない。まあ確かに。合うの？え、ちょっと一回やってみて。食べて飲むみたいな。食べて飲むみたいな。で、田尻の。別にかな。じゃあ味噌もあるし、味噌食べて、あっち側、あ、こっちも塩、なんか塩本気っぽいな、ね、うるわしの腹塩、めっちゃきめ細かい、すげえ、何これ、サラサラ、白浜みたいな、ね、こっちも塩な、うん、山塩小僧、白雪やって、うまい、白雪、味噌もこれこれです、これやばいの。うん。てかわけわかんない。味噌を持って食べた気分。キュウリにつけるときは付属のスプーンを使います。全然どってよかったんじゃない。全然嘘じゃん、もうこれ。まあまあいいや。やっちゃう。手が怪しい。うん。美味しい方がいいやった。え、じゃあそろそろあれ。最後じゃあ2個だからメダル2個のやつ使っていくから。じゃあちょっとワンランク高い、さあ最後コイン2枚のやつ、そう、ちょっといいやつ、ちょっといいやつ、上になんか分かれてる、ワイン、ワイン気になるな、特別ワイン、新潟ワイン、まあでもある意味、まあでも全然、だって2枚3枚2枚やから結構ランクが赤だよ、だってしかも、それ特別種も気になるよね、ね、うん、いや俺特別種がいい、どれか、これがいい、これ亀の王、別に1でもいいけど、甘口寒冷ライトボディ飲みやすそう、スイート、やっぱこのカカオとかさ、うん、あ、なんか書いてあるとすごく気になる、そうで分かりやすいし、あ、メープルシロップとダークチェリーだめっちゃ美味しそうじゃない、いや、うん、一撃でいきたい、一撃でいきたい、どういうこと、これがいい、ワインらしいですけど、アグリコアエチゴワイナリー、よし、じゃあしょうがない、買ってあげるよ、置いて、ほら、雪室貯蔵した、あ、雪室貯蔵、ちょっと今回の旅でコーヒーとか飲んだね、これだけちょっとすごい赤いの、新しい赤ワインです、赤ワイン、アグリコアイチゴワイナリーの赤ワインだけど飲みやすい、赤ワインだけど飲みやすい、いや、どうぞ、あ、俺にってこと、みんなで仲良く香りからね、まず香りから、ああ赤ワインあー、なんかそんなに渋くなくて、うん、結構スッと飲める感じの、ソフトでマイルドなこう、うん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 、味わいの豊かな書いてありますね、うん、いただきます、うん、うん、美味しいかも、飲みやすいですね、うん、うん、どれが一番好き？でも一番最初飲んだやつかな。へえ、やっぱあれめっちゃワインを超えた日本酒。すげえな。これ違う。これ違ったっけ？カメ。あ、そう、これ、うん。これ超好きだったな。鶴亀ワイン工房がカイトのナンバーワン。カイトナンバーワン。うん、ということで皆さんぜひ。以上。長かったらこのコーナー。日本酒のコーナーです。日本酒のコーナー見つけてしまった。みんなごめん。そう。みんなごめん。いや、うん、階段、階段、だいぶ階段、階段だけで結構もなんか酔いが強いね、そうな、カイトやっぱ
全然強いね。なあ、すごいわ。ということで、ね、またちょっとね、まあ、もう一個ね、ちょっと面白いところ見つけて。お、さすが米の町だな。なんかいろいろあるね。やっぱあの米といえば俺、うん、な、よく言ってるやん。よく言ってるやつ。白米が一番大事っていう。そう。俺はおにぎりが食いたい。そんなおにぎりが食いたい。うん。ちょうどね。うん。これ見て。爆弾おにぎり、めっちゃうまそうじゃんこれ。名物爆弾おにぎり。本酒館に来たらこれね。行きましょう。これ。ちょっとカイトに似てるね。これね。どれどれどれ。あそこの端っこ突き当たりにあるんだけど。うん。ぜひ見てほしい。あ、終了してる。さっきも開いてたもん。うん。遊びすぎた。遊びすぎた。遊びすぎた。めっちゃめっちゃでかいね。え、これ？これってこと？それは多分4,52200円のやつ。これが多分普通のやつ。それを写しちゃう。あのサイズ。ちっちゃ。食べたかった。あ、いいですか？いいですか？ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。持ち帰る？持ち帰りで。あ、ここで食べようかな。じゃあ2200円の。本当に？いや、映像映えするんだ。いや、あの普通に食べたい。持ち帰りって言ってこれ頼んだよね。どうすんの？どうすんの？でもこれいいな。ちょっとやりすぎじゃん、2200円も。こっちにしよう、こっち。まあ普通に爆弾おにぎり頼もうか、うん。スタバンドチャンネル見てくれてありがとう。ボーカルのレンです。このチャンネルではスタバ関連動画以外にも歌ってみた動画とかいろいろチャレンジしてるんで、ぜひぜひ登録よろしく。バイバイ。